今回は塩味の麻婆豆腐の作り方を紹介します。普通の麻婆豆腐よりもあっさりしていて食べやすく、豆腐の味をより引き立ててくれます。味付けもシンプルなので、こちらの方が簡単に美味しくできるかもしれません。塩は沖縄の塩ヌチマースを使います。この塩はミネラル豊富でギネスに認定されたとても体にいい塩です。味も美味しいので、こだわりがある方はおすすめです。もちろん普通の塩でも美味しくできます。それでは作っていきましょう。材料は豆腐1丁を2センチ角に切ったものと、豚ひき肉 80g、 にんにく、生姜、ネギ 5g ずつに、青ネギ適量です。鍋にお湯を沸かし、塩少量を加え、豆腐を入れ弱火で茹でます。こうすることで豆腐が煮崩れしづらく、プルッとしたし柔らかな舌触りになり、芯まで温まることができます。だいたい3分くらい温め、湯を切ります。面倒でしたらお湯に豆腐を入れレンジで温めるだけでもいいですよ。鍋に大さじ1の油を入れ、ひき肉をしっかりと炒めていきます。ひき肉を広げるようにお玉で押しつぶし、バラバラにしていきます。ここでひき肉をしっかりと炒めることで、臭みがなく食感のいい肉になります。ひき肉が縮んで硬くなり、肉から溶け出した脂肪で油の量が増え、肉が揚がったような状態になります。このくらいのカリカリになるまで炒めます。こうすることで肉がサクッとした食感になり、肉から溶け出した油が旨味になります。豆板醤小さじ1とニンニク、生姜、ネギを入れ炒めます。ネギは半分残して後で入れます。ここでも豆板醤と薬味をしっかりと炒めることが大切です。紹興酒または酒を小さじ1、香りが出るように回し入れます。水を 180cc 入れ、豆腐を加えます。ぬちマースまたは塩を小さじ1入れます。味の素を小さじ2分の1と胡椒を入れます。ここで味見をして、もし足りなければ塩を足してください。残りのネギを入れます。後から入れることでネギの香りが引き立ちます。水溶き片栗粉を大さじ1くらいお玉に入れ、少し高いところから落とし、鍋を回しながらとろみをつけます。
豆腐が崩れないようにお玉を押し出して混ぜます。とろみが足りないようなら少し水溶き片栗粉を足します。ごま油を適量入れ香りをつけます。そのまま強火で焼き付けます。こうすることで余分な水分と旨味を閉じ込めることができます。皿に盛り付けます。皿に盛るときも豆腐を崩さないように気をつけて入れましょう。彩りに青ネギを軽く振りかけ、お好みでラー油をかけます。今回は塩麻婆豆腐の作り方を紹介しました。塩を使ったシンプルな味付けで豆腐の美味しさがはっきりと感じることができます。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理などを紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄までお願いします。それでは失礼いたします。